い、皆さんこんにちは、シャトーウェイのシャタです。最近いつもなんか同じような動画を撮ってるような気がするんですが、天候がですね、昨日が曇りでですね、今日が雨で、やっと今ちょっと止んだところですね。で、2日間、日の目を見なかったので日焼け対策を、やっていきたいと思います。明日の朝一でですね、それか今日の夜、これからですね、こちらのこれですね、カーテン、これそうですね、つながってます、ね、明日の朝から晴れる予報ですので、カーテンを透かすっていう作業をやるんですが、一つ問題があります。それがウィーン、こちらです。はい、このカーテンワイヤーっていうかに絡んでますよね。そうするとこのカーテンが動いてきた時に、ここに障害になると思ってカーテンを傷めますので、こちらをですね、どう、シャタ農園ではどう対応していくかですね、はい、やっていきたいと思います。で、登場するのがこちらです。バーン、すごいですね。 1m80 青竹ですね、はい、中に金属が入ってて、外はプラスチックでコーティングされてますね。で、この先っぽちょっと鋭利な刃物がついてますけれど、これちょっと後ほど、説明するとして、こちらでですね、こうですね、見ててください、こうですね、こうですね、はい、はい、どうですか皆さん、どうですか。もう一切なくなりましたよね。こうですね、はい、こう丁寧にいきますよ。はい、見つけましたよ、これ、絡んでますよね。こういうのはこうですね、はい、わかります。こうです、はい、要するにここ、こういう感じですね。こう、これはこれは手でやってますかね。で、こうやって、で、こういう感じですね。こう、ここに棒を通してですね、オラ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 、ちょっとここ当たるんですけど、一回戻ってこうですね、オラ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 、こういう感じですね。シャタ農園オリジナル、絡んだツルのほぐし方、これ結構簡単そうに見てですね、で、結構こう落ちちゃったりするんですよね。そこだけ気をつけてもらって、こうですね、こう、オラ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 、こうですね、こんな感じですね、はい。と、で、これ注意してください、これ一回こっち来ちゃってるんで、これが追うんで、確実にこれはちょっとこっちに一回戻してからの、これ違うの、これがいいかな、戻してからの、キュウリもぶら下がってますよね。こうですね、はい、こうです、こうです、はい、完璧です。で、ここもこうですね、はい、こうですね、こうです、はい、これで大体一通り行きましたね。今回の作業名はカーテンワイヤーに絡んでるツルの取り方ですね、はい。で、ちょっとこっちの説明もしたいので、はい、そうですね、これを使える場所まで移動します。要チェックです。ありました、見てください、これあっちにもありますね、というかいっぱいありますね。これ上からですね、雨が降るとですね、雫が垂れてきて、でおまけにこのフィルムはですね、穴がないフィルムなんで、こう溜まってしまうんですね。で、これですよ、これ実はですね、シャタ農園オリジナル、シャタの親父が作った水抜き棒ですね。こちらちゃんとなんかしっかりしてますね、さすが親父って感じですけど、これでですね、こう穴ーとこうです、はい、ボーンと、これと抜けてきますね。あっちもそうですよ、あっちもこうですよ、ほらほら、これほっとくとですね、どんどんこのフィルムが垂れてきてですね、一回目線ぐらいまで、この辺まで来てた時がありましたね。さすがにそれはやばかったですね。で、こうですね、で、ちょっとあっちの奥まで行くのも大変なんですけど、行きますね、そうですね、で、ここですね、あっちもありますね、だらけですね、むしろあっちも見えてないでしょうね。で、こっち、ここですね、いきますよ、こう、これ3箇所ぐらいバッと、あっちもありますよね
怖い、ひどいですね、やっぱり雨は。なかなかない。で、これ湿度上がりますんで、絶対。そうですね。まあ、こんな感じです。はい。ちょっとジャングルの中の、撮影になっちゃいましたけど、樹勢もだいぶですね、良くてですね、もう気がつくとこうジャングルですね。ただ、病気あんまり出てないの皆さん、わかりますかね。はい、以上ですかね。前回クイズの回答ですが、軽トラックの愛称ですね。ゼットン君です。はい。要チェックですよ、ゼットン君。で、今回は明日の、天気に備えて、対応したと思うんですけど、何対策か。はい、そちらをお答えください。はい。ご視聴ありがとうございました。シャドウェイのシャタがお送りしました。じゃあ、また。